受験生の皆さん、こんにちは。本日も、東京都立、平成19年度東京都立、高校入試問題の英語の解説をしていきたいと思います。では、今回は、四角2番の3番問い3番、括弧2の、英作文になります。で、英作文は、配点が12点で、ここはものすごく、大きなポイントとなります。で、ここで結局のところ、受験生の皆さん、これどうやって書いたらいいかなっていうところが、すごく悩むポイントだと思います。で、ここはすごく何度も何度も練習することが大事になります。で、ポイントとしては基本的に、12点満点はもちろん取りたいと。でも、12点満点で書かない、パターンには絶対陥らないというところが一つポイントですね。12点満点というよりも。なので、0点を取らない、回答を書く、少しでも得点を取る、回答を書くというところでポイントとしては、3つあります。一つが、まず回答をの、に関しては、適当なところ問いの、決まり、聞かれていることにを決まっ、きっちり守って書くこと。で、もう一個が、じゃあ、しっかり、文法に注意するっていうこと。で、じゃあそれを書く上でのポイントとして、なるべく結局のところここってスピーチと、つながっているので、本文の内容に結局のところ即して、なるべく引用して書くっていうところが一つ、特に最初のうちは、練習していく上でポイントとなります。なので、今回もこのスピーチの、引用を、の型として一つ3つの文を、挙げてみました。スピーチの中で結局挙げていたもので、この、写真はっていうところの部分だったりとか、これは私にとって重要だっていうところだったりとか、そういったもの、それを見るとっていうような形で、本文で言っていたものを、使っていくと、この、問題括弧2番、問題文読んでいくと、あなたも写真を 見せながら、スピーチをすることになりました。紹介したいものを1つ取り上げ、そのことについて3つの、文章、英語の文で書き表しなさい。なので1つ大事なのは写真の紹介を、必ずするということ。で、紹介したいものは1つで、2つ目が、結局3つの文をしっかり書くと。ここがポイントだよと。ここを守ってるか守ってないか、写真を見せながらスピーチするということと、3つの文を書くっていうところがやっぱりポイントとなりますので、その文はしっかり守ると。これを守って、文を、文法間違いなく、書くことによって必ず点数になりますので、その中でやっぱり文章っていうのは原点を長さではなくって、聞かれた内容と、文法が合ってるか合ってないかで全て減点していく方式に、おそらくなりますので、必ず丸コピーの定型文はダメだけれども、こういった形で引用しても、文章はしっかり書けているので丸にはなりますので、しっかりこの部分見ていきましょう。じゃあ先生だったら、じゃあどんな風に、例として挙げていくか。 This is a picture of ってことで、この部分は定型文を全部、引用しちゃうということで、ここだけ中身を、変えてしまえばいいと。先生だったら、例えば、一つテーマを野球としたら Of a game、もしくは、野球で一つ今回は野球のでベースボールゲームしましょう。で、聞き物のところ、この後、引用文だったら This is a picture of a peach tree I took last spring ってなるので、 I played にしましょう。例えば、Last summer、 こういった形になれば、確かに文の型は一緒だけれども、オリジナルにちゃんとなってます。なのでこういった形でも、しっかり点数にはなりますので、まず1文目こういった形で文章、写真を紹介すると。で、2つ目、それは何であるっていうことを、明確にしましょう。で、ここでオリジナルとして、じゃあ先生が入れるものっていうのはその理由を入れるっていうことですね。じゃあそれがこの部分だったら It is
This tree is very special to me の部分を、まあ、スペシャルって言葉をじゃあ重要であるっていうふうに変えてみるといいと思います。Important to me。とても重要だって。なぜなら何かって。まあ普通に簡単に I love baseball にしましょう。この場合だったら。難しく考える必要はないです。特にね、今は、動画を見ながら練習している段階なので難しく考えるっていうよりは、まず書いてみる。で、それがしっかり文法に合ってるか合ってないかっていうところを、まず確認する。それで、まあ塾の先生に見てもらったりとか、もしくは学校の先生に見てもらうっていうところで、これが合ってるのか合ってないのか、まあどういうふうに直したらいいのかっていうところを見てもらいましょう。で、じゃあ次、When I see it、 それを見たとき I always feel って形で、これも本文の引用をしていきましょう。 I always I'm When I see it, I always feel I'm loved by a family too ってことで、いうふうに本文はなってるけども、じゃあこの部分、まあ That を入れて That I want to play baseball、っていうふうにすれば、まあ、写真を見るたんびにいつも、まあ、野球がやりたくなるというふうにやりたくなると思う、感じるっていうふうに書けば、これ、しっかり文法も間違っていないと、しかもまあ簡単に、全て書けてますので、こんなふうにまずは練習をしてください。でこういう型を何度も何度も練習するうちに、まあ、自分なりの回答っていうものも出てきますので、まずは練習をして、しっかり、試験に向けて、頑張ってください。はい、じゃあ受験生、第一志望絶対合格に向けて、頑張ってください。